ていて。いますけど、まあ、今雨の季節ということで、はい、昨日ですねカタツムリのリポートを見たんですね、うん、でそういえばカタツムリ最近見ないなと思って。あ、確かに。え、なんか私が小さい頃は結構よく見ていたんですよ。梅雨時期になると、うん、こうコンクリートのところ壁にたくさんわらわら集まってくるんですが、もうなんかカタツムリスポットみたいなのがありまして、そんな密集してないですよ、みんなが集まってくるって感じで、うん、最近本当めっきりここ数年本当一回も見てないなと思って。なるほど。まあ私も子供の頃はよく見た記憶があるんですけど、なんかあれ年代が年代が多分全然違うんですか。違いますよね。私の子供の頃は1980年代とかなんでまだ生まれてもないんですけど、かなり違うんですけど、でも子供目線だからよく見れたかも分からんですよ、うん、いや違います、すいませんすいませんけど、いや違います、低い違います違う、そういうことじゃない小学生くらいの時に、うん、まあ、普通に大人でも確認できる壁の高さに密集してるカタツムリボールがあったんです。カタツムリボール、そのカタツムリボールがもう なくなったとかじゃなくて、あ、そこにもう行くことがなくなってしまったので、うん、やっぱりそういうことです。いやだから違うんです、家です、普通に自分の住んでたマンションの下あ、そういうことですか、ね、多分いっぱいいるところにあんま行かなくなったとか、うん、目線がやっぱりこう高くなっちゃったとか違うそこそういうものかなって。よく下見て公園とかでアジサイとか見てるじゃないですか、でアジサイとかの乗ってるところも見ないですし、うん、だってダンゴムシは見ますでしょ。ダンゴムシは見ますよ。すごく下にいるじゃないですか。ねえ、カタツムリだって下にいるわけですから見る。カタツムリってでもあんま地面歩いてないですよね。ああ、そっか、うん、それもその壁とかにくっついてる、うんね、地面はナメクジとかだったらそうなのかわかんないですけどね、うん、なんかあの葉っぱの上とか壁に確かにくっついてる印象があるんですけど、うん、私も全く見なくなりました。え、ですよね、うん、ここ何年くらい見てないか統計取れてたりしませんか。あ、カタツムリ、カタツムリ初見っていうのは取ってないんでそれだけ見てないからってことですよね。もし毎年ね出てれば絶対取ってると思います、うんうん、いや、そうなんですよ、うん、で昨日、うん、あれみたいな、山口さんってカタツムリ観測してなかったっけみたいな話になったんですよ、はいはいはい、そうで聞いてみようっていう話だったんですけど、そう、観測やっぱしてないですよね。それはやっぱ見てないからってことですかね、最近ね。あと、うん、やっぱりあの目線が高くなって、ね、引かないな、もう互いに引かないですからね、ここそうですね、もうイメージ、まあ、個人的なイメージですよ、個人的なイメージですじゃあそれだけはごめんなさいけど納得ができないです。同じこと言ったらダンゴムシだって見つけづらいですからね、うん、ああ、ダンゴムシはでももうなんならコンクリートの色と同化してますからね。同化してますよ、もうあれめちゃくちゃ危ないんですよ、うん、だからそうはね、だからそこを見てるっていうことはカタツムリなんて絶対目に入ってるわけですよ、もしいれば、うん、そうですね、うん、地面歩いてる系は目にしますけど、うんうん探してみてください。わかりました。じゃあもしよかったらスポットを見つけたいと思います。そうで、はい、私もだから言われてみればと思ったので、ちょっとこれからは茂みとか、わかりました、書き分け、書き分けるまではいかなくても、いやでもね、普通に子供の頃は目についてたはずなのに不思議だなと思った次第でございます、はい、ね、なんかすいませんなんか思わぬところで譲れない戦いが出てきて
いやだって歩いててそこら辺の壁ですよ、うん、こういうこの高さですよ、モニターの高さが目に入らないなんていうことないじゃないですか、どんなに成長して背が高くなったとしても。そうでもあれですよ、言わせていただいたんですけど、うん、あの大島さん子供の頃の20年前、うん、いっぱい見てた頃、はい、私すでに20年前にはカタツムリを見てないですね。あ、確かに、あ、やばい、劣勢になってまいりました。そうなったらじゃあ天気見ていきましょう。もう冷静に行ったことはね、ちょっとドロー。皆さんおはようございます。時刻は9時を回りました。引き続きウェザーニュースライブサンシャインは大島リノンが担当します。よろしくお願いします。さあ、インターバル中も延長戦でもう終わった瞬間にカタツムリはっていう、またこう来てしまってなぜにそんな今日は意見に攻撃してくるんですかと言ったら、納得ができないからというふうに言われてしまいました。申し訳ないでも新情報が入ってまいりまして、カタツムリはコンクリートを食べるそうです。そのカタツムリは殻を自分で作ってるんですけど、その殻が炭酸カルシウムでできていて、コンクリートからその石灰、栄養素となる石灰を摂取しているんじゃないかっていう可能性があるみたいで、だからコンクリートにいつもいるみたいですよ。知らなかった私それねえ、殻作りのために。だから、え、皆さんカタツムリ最近見ました？へーね、私も驚いちゃった、と思って。美味しいコンクリートが減ってしまったんですかね。あ、そういうことですかね。え、みもさん見たえ、みんな一致で見てなかったらやっぱり私のあ、見たよっていう方もいらっしゃる。見た方はどのあたりで見ましたかね。みんな大人になっちゃったのかな。そっか。え、でもそれこそ、あ、でもほら、私保育園で働いてたじゃないですか。みんなでお散歩とかね、いろんなところ行きますけども、子供たちもカタツムリは見つけてこなかったです。うん、よくダンゴムシはね見つけてお持ち帰りをしたがるんですけどカタツムリはみんな見かけてないですよ。そうだ、一個有力な反論材料ができた保育園で働いてたのだって2、3年前ですから、全然優に最近の話なんですけども、小さな子供たちもカタツムリは見つけていないです。いや、その地域が、え、でも私言っちゃあれですけども都内2カ所で勤務してたんですよ。おいおいおい、そう、あ、そんな、それぞれのどっちもいなかった。どっちもいなかったです。場所、やっぱ場所的要因悔しい。あ、駐車スペースとかにくっついてたりするということで、コンクリートとかにね、いたら子供たちは目線が低いのでやっぱり見つけそうですし、まあ、見つけたらみんな触りますから。絶対触りますね。絶対触る。もうセミとかダンゴムシとかも超大人気ですから。そうですね、私も子供もやっぱそうでしたからね。そうですね。あ、でもカタツムリ現象で調べると絶滅かっていう記事が出てくるみたい。あ、じゃあやっぱりそっか。こっからちょっとさっきコンクリートばっかり検索してましたけど、数が減ってるっていうのももしかしたら、うん、検索したら出てくるかもしれない、ね、マジですか。そうなると私の部がまた悪くなっていくんですけどいやだからなかなか引き下がらない、うん、こう食い下がりをすごく見せていたので、なんかしかもえっていう、うん、何を言ってんですかぐらいの勢いでちょっと言っちゃってました。いや、そうです、そうそう、しかもそんな言われると思ってなかったですし、いや確かに減りましたよねみたいな話になってくるかと思ってたから、小倉反論をやられたらやり返しやり返したい嘘です。もしかしたらそういう可能性はあるかもしれないので、まあ、まあそれは ねそれ全体が減ってるんだったら、あ、もしかしたらごめんなさいっていう可能性がありますねえ、もしよかったら調べてみてください。私もちょっと調べてみたいと思います
さん、なかなか決着がつかないですね。そうなんですよね。まさかのこんなに、あの、発展するかもしれない、ね、思ってなかったんですけれども、確かにもしかしたらウェザーニュースで記事になるかもしれないね。個体数減少かみたいな。え、ちょっとでも気になる、本当にそれくらい見てないなっていうことだったんですけど、もコメントで見ると意外とカタツムリ見てるよっていう方もね、いらっしゃいましたね。やっぱりコンクリートが狙い目ということなんで、私もちょっと今後互いに ね、 ああ、そうですね、探してみましょう。よくコンクリートの方を見ていきたいと思います。承知しました。はい、さあ、ありがとうございました。